新潟空港を拠点とするトキエアの仙台線が今日就航し、26年ぶりに新潟と仙台の定期便が復活しました。東北の100万都市までわずか40分余り。交流人口の増加に期待が高まります。今朝、トキエアのカウンターには午前7時35分発の第1便の乗客が集まっていました。初便だから、初便だからね、やっぱり乗ってみようかなと思って。今度ね、ここだと天気がいいですから、時間も短縮してしますからね。事業所が仙台にもあるもんですから、今日もその打ち合わせで、朝行っても夕方帰って夜帰ってくるということができるんで、仙台の方もね、もっと行き来できると思いますので、非常に我々としては嬉しいところです。トキエアの新潟仙台線は週5日、1日2往復の運行で、仙台との間を40分から50分で結びます。今年1月の札幌丘珠線に続く2つ目の路線です。2路線目、どんどんお客様から育てていっていただきたいと思います。ようやくここまで来ました。ありがとうございます。第1便の乗客は60人。搭乗率は8割を超えました。ご搭乗ありがとうございます。仙台行きでございます。そして午前7時半過ぎ。今トキエアの機体が空に羽ばたきました。新潟と仙台を結ぶ定期便は26年ぶりの復活です。なかなか仙台というとですね、非常にこうちょっとやっぱり時間がかかるよね、遠いよね、行くのどうしようか。ただこのトキエアに乗ればですね、一瞬で仙台まで行きます。野球のチームもあります。観光のみならずですね、こういったスポーツの交流、こういったところもですね、ぜひ我々もですね、後押しできる、そういったところで貢献していきたいと思います。およそ40分の空の旅を終え、仙台空港に到着。第1便の乗客は歓迎ムードで迎えられました。そして午前9時半過ぎの新潟空港。見えてきました。はっきりと見えてきました。仙台からの第1便、今新潟空港に到着しました。仙台から到着した第1便を放水のアーチで祝福。乗客は空からの景色も楽しんでいました。蔵王連峰、あと月山、きれいに見えて、ちょうど体内のチューリップ畑も空から見ることができて、とても良かったです。お互いの交流が、できて期待できるんじゃないかなと思います。実家が新潟市なんで、今仙台住んでるんですけども、それでちょっと連休の帰省も兼ねて、ちょっと初便ということで乗ってみようかなと思いました。4時間5時間かかったのがもう40分ぐらいで来れたんで、本当快適でした。トキエアは今後、中部や神戸、そして佐渡と首都圏を結ぶ路線の開設を目指します。